は僕が運動する時の洋服をご紹介したいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、タイトルの通り僕がですね、運動する時の洋服、まあ主にはそのジムに行く時のですね、ジム着っていうのかな、そういったものをちょっとご紹介していくのと、あとはね、1ミリも参考にならないと思うんですけど、ジムでどんな運動してるのかっていうのをちょっと Vlog っぽくお送りしたいと思います。まず最初にジムでどういう洋服着てるかであったりとか、何を持ってってるかっていうのをご紹介して、で後からね、実際にジムでどういう運動してるかっていう Vlog 形式の映像が流れると思うんですが、ちょっとね長くなっちゃうかもしれないんですが、ご了承ください。はい、僕がね今33歳でもうアラサー男子真っ最中っていう感じなんですが、まあそのジムに行ってね、体を鍛えるっていうほど全然ね筋肉もないですし、こう参考にはならないと思うんですが、まあその体型維持であったりとか、あとやっぱりデスクワークが中心なので、その運動不足だったりとかの解消のためにね、ジムの方には週3くらい行ってます。で今はもう夜なんですけど、いつも行く時間っていうのは朝もしくはその仕事終わりだから、今とかだと11時くらいなんですけど、まあ11時から12時くらいに行って汗を流して帰るっていう形です。なんでね、朝と夜だとちょっと持っていくものが違ってくるんですが、代表的なものをこういうの持ってってるよっていうのをまず最初にご紹介していきたいと思います。はい、ということでね、ご紹介していくと、まずカバンなんですが、まあ大きいリュックサックとか持ちません。家の近くにだいたいジムが都内はあるので、そういったところに通ってるんですが、こちらですね、ナイキのスナップバッグっていうの、こういうの分かんないけど、その小学生とか体操着入れたりとかするのに使うやつなんですけど、こういうのを使ってます。でこのナイキのやつお気に入りのポイントなんですが、この外のところにチャックがあって別収納ができるんですよ。なのでこういったところにね、そのジムの鍵だったりとか家の鍵をポンと入れておくことができるので、中でぐちゃぐちゃにならずにね、使える部分がね、すごく便利なアイテムです。しかも安いんですよ、1200円くらいで買えるんで、お買い得で、あとはどういうものを中に入れてるかというと、まあ、簡単にそのジムにだいたいシャワーだったりとかついてるところが多いので、まあ、朝だったり夜だったりとかね、シャワー浴びるとき浴びないときがあるんですが、まあ、浴びるときを想定して、まあ、着替えですね、パンツ、靴下、あと T シャツっていう形で入れて、あとはそのタオルは2セット持っていきます。汗かいたとき用とシャワー浴びた後に使うタオルを2種類入れてます。その汗ついたねタオルで体拭いたらまたなんか汚れちゃうみたいな感じがするんで、一応2種類持ってってます。そんなに大きいバスタオルとかじゃなくて、フェイスタオルくらいの大きさのものだったりとか、ハンドタオルくらいのサイズの方で入れてますね。荷物はなるべくコンパクトにしたいっていうのがあるので、そんな感じでリュックに入れてます。はい、あとですね、こちら無印良品の化粧ポーチみたいなものなんですけど、これ防水になっているものでめちゃくちゃ便利なんですが、その中にまたしても無印良品のなんていうの、小分けボトルっていうのかな、にこれがシャンプーかな、シャンプーとボディーソープ、あとはトリートメントを小分けボトルの中に普段使ってるものを分けて入れていくのと、あとは化粧水と乳液、こんな感じで、もっとちっちゃい小分けボトルがあったりとか、これはねこの大きさで売ってる乳液なんですけど、このサイズがね入るので、その5本をこちらのポーチの中に入れて持ち歩いてます。なんでね、その仕事前とか朝に行くときはこれを持って行って、朝シャワー浴びて、ですぐその化粧水と乳液つけて保湿してっていう感じですね。こうジムにはねシャワーついてるんですけど、やっぱねボディソープとかシャンプーないんで、こういう風に持ち込みで使ってます。それをこの中にドンと入れて、そんくらいですかね、荷物は本当こんなもんです。それらをひとまとめに入れて、これがもうジムの時の荷物になります。そんな感じです。であとはそのウェア紹介してほしいっていう感じで、前にねお言葉いただいた部分があるので、どういう格好でジム行ってるかっていうのをちょっと着替えたいと思いますね。はい、こんな感じですね。上はね、大体ノースリーブのことが多いです。こんな感じの。でね、これ1枚500円しないくらいの H&M のやつなんですけど、昔からこれ使ってますね。こう、ちょっとよれてくるのも早いんですけど、まあ、ジムしか着ないんで、大体こんな感じです。で、足は大体、なんだろう、見えるかな。こんな感じで、メッシュ素材。見えろ。見えないね。メッシュ素材のパンツ履いてます。だから、バスケパンツっていうのかな。そういったものですね。と、足元は、こんな感じ。ベイパーマックス、ナイキのベイパーマックスを履いてます。足元はこんな感じですね。ベイパーマックスもね、メッシュ素材なんですごく軽いし、動きやすいんですよ。あとランニングするときにもね、すごく走りやすいしっていうのがあります。結構ウェイトとかやる人だとエアが入ってるものダメ。ダメというか、あんまりね、足の裏が不安定になっちゃうから良くないっていうのもあると思うんですが、そこまで僕は重いの持ち上げたりとかしないんで、これで全然やっちゃってます。あとね、腕時計はね、こんな感じでアップルウォッチつけてます。G-Shockの時もあるんですけど、まあ、かさばらないし、何か通知があった時に、携帯をポケットに入れておくことがないので、ジムの
時は、ここでね、こう LINE 来たなだったりとか電話鳴ってるなっていうのを確認できるので、まあ、大体 Apple Watch つけてます。でラバーバンド、汗濡れても大丈夫だしね。であとはね、髪の毛が長いので今はヘアバンド、あっちだろっていう話もあると思うんですけど、ヘアバンド楽なんですよ。で汗かいちゃうとね、やっぱびちょびちょになるので毎回毎回洗ってます。はい、そんな感じですね。パンツだと他にはこういう風なナイキのやつ最近買ったんですけど、これも3000円ちょっと、これだと見えるか、これも同じような素材でメッシュの素材になってるんで、なんか結構そのパタゴニアのバギーズショーツとかバギーズロングも履くんですけど、こうなんだろう、足のトレーニングとかするときにここの横の伸縮性だったりとかないショーツって多いと思うんですよ。その速乾性があるそのナイロン素材だったりとかあると思うんですけど、このメッシュ素材だとね、そのストレッチも効いてるので、そういったトレーニングするときに動きやすいし、こうなんかズリ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 こうなんだろう、際どいとこまで来ちゃうよって時もあると思うんですけど、そういうのもあんまり少ないので、この素材を愛用して使ってます。なので大体最近ね、このナイキの真っ黒のワンポイントだけ入っているショーツか、こっちの赤のワンポイントのものですね。あとはね、そのノースリーブで言うと、そのこの白もあるし、こういう風なニルバーナのバンドのね、T シャツをノースリーブにカットしちゃったやつもボロボロなんですよ。これとか破れてて。っていうものの袖をカットしてノースリーブにしちゃったものもたまに着てます。なんでこんな感じですね。大体モノトーンでいます。あとはそのノースリーブ着ない時なんかは、もうおふざけ T シャツですよね。なんかアイドルの T シャツとか、アニメキャラクターの T シャツとか、プリント T シャツとかよく着てトレーニングしてます。あとはね、キャップを使う時もあるんですよ。今こういう風にヘアバンドでやってるんですけど、キャップだとこれもね、ドライフィットの素材になってて、僕の今履いてるパンツもドライフィットって書いてあったんで同じ系統なのかな。すぐ乾くような素材で、このつばの部分がね、結構硬いものあると思うんですけど、この硬い部分はこの先っちょ、この先だけ硬いような形になってて、ここはクニャクニャなんですよ。なので洗いやすいっていうのもあります。ちょっとかぶってみますね。 A few minutes later. はい、こんな感じですね。今横も後ろも刈り上げてるんで、こんな感じで結構単発に見えますよね、キャップかぶると。めちゃめちゃ暑い時はこっちをよく使ってんのかな。でもヘアバンドもいいです、楽なんで。結構ね、前に器具がある時とかってこのツバが邪魔になっちゃったりとかするんで、なんかね、ヘアバンドの方が楽です。ヘアバンドはこのよくわかんない、どこのものかわからないものを使ってるんですが、あとはね、無印良品のそのヘアターバンみたいな1000円しないような洗顔の時に使うやつ、あれを使ったりもしますね。なのでそのジム中のヘッドギアとしてはこのキャップかヘアバンドっていう感じでいつもやってます。普通のキャップの時もあるんですけどね、やっぱ汗かいちゃうのでちょっと汚くなっちゃうし、汗染みついても嫌だなと思うので、大体はここら辺で揃えてます。そんな感じですね。で靴に関してもさっき言った通り、ベイパーマックスをもう何1年くらい使ってるのかな。こんな感じで真っ黒のモデルを使ってます。こんな感じ、ついですよね。結構ね、前はアディダスのイージーブーストとか履いてやってたんですけど、なんかアディダス最近全然着なくなっちゃって、そのアディダスとナイキとって混ざるとなんかちょっと嫌じゃないですか。なので基本的にはナイキで揃えるようにしてます。でね、なんかちょっと肌寒くなってきた時にどういう格好してるかちょっとしますね。はい、こんな感じです。ナイキのパーカーですね。多分これ定番でずっとありますよね。なんかスウェットなんですけど、ツルツル具合がさらに気持ちいいような素材になっていて、よりスポーティーなデザインになってます。これを着てますね。確かサイズ L だったと思います。これ黒も持っててね、このパンツなんか持ってるんですけど、冬に関してもその家の近くにジムがあるんで、あんまり長い長ズボン履いてジムに行くことはないですね。なんか器具に当たった時とかツルツル滑っちゃってやりづらい時があるので、結構基本的に冬場でもハーパン履いてる元気な少年みたいな感じでチャリンコ漕いで行ってます。はい。で、さらに寒い時なんですけど、はい、こちらですね。もう冬に関してもこんくらいの軽装で行ってます。ナイロンジャケットです。ナイキのもので、裏がメッシュになってて、リブがついてるようなタイプのフーディータイプのナイロンジャケットになります。で、これの中にスウェット着ることもないですね。もうノースリーブとか T シャツ、あとは冬はロンティーか、ロンティーでロング丈のそのメッシュ素材のものだったりとか、冬結構売ってるので、結構そういうのにこういうジャケットだけ着て行ってますね。めっちゃ寒いんですけど、まあ、5分くらい自転車漕いでジム入っちゃえば、もう運動してればもう汗だくなので、全然そこら辺は問題ないです。なんでこういう風なね、メッシュ素材のアウターとか着るかって言った時に、やっぱ汗かいた状態で手持ちのね、いい感じのアウター着たくないんですよ。あんまりなんかそういう風な汗汚れ嫌だなと思ってるんで、こういうナイロン素材の、ね、ジャケットだったら洗いやすいので、そういったものを僕は冬のね、ジム着では使ってます。で、そうですね、その長袖のロンティトレーニングウェアだったりとかしても、こういうメッシュ素材のものって結構バスケシリーズのものに多いので、ランニングシリーズとか
だと結構ピタピタしたものが多いんで僕あんまり苦手なんですよ。なのでこういう風なねバスケシリーズのものなんかのコーナー見ると意外にいい感じの売ってるのでよかったらチェックしてみてください。はい、そんな感じかなっていう感じ。暑いんで脱ぎます。はい、という形でねちょっとジム行ってきますね。以上です。バイバイ。